こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は新三大平成最高ドラフトのヤクルト編を紹介するぜ。対象になるのは複数人の選手が主力になったケースなのよね。同じ年度のドラフトで、一人の選手だけがものすごく活躍するケースがあるが、それを含めると単純に個人の功績度ランキングになってしまうからな。スワローズだと、91年石井和久、96年岩村明典、2001年石川雅則、2003年青木宣親、そして2010年山田哲人と、一人の選手だけ大成した年は結構あるんだ。それらの選手を一人引き当てただけで、そのドラフトは大成功と言える年ばかりじゃない。では、ここからヤクルト史上最高のドラフトを振り返っていこう。最初に紹介するのは1989年のドラフトだ。確かこの年は史上最高の当たり年の一つなのよね。ああ。ドラフトで史上最多の8球団が競合した近鉄1位の野茂英雄の他に、広島は笹岡慎二、前田智則、大洋佐々木和弘、ロッテ小宮山悟、阪神新庄剛志らがプロ入りしている。それだけ1位指名に競合が集まるときって、他の1位候補が乏しくて指名が集中するケースもあるけど、最大の目玉だった野茂投手以外にも、一軍の超主力選手たちが多数輩出されてるのね。まずは当時のヤクルトのチーム状況から振り返っていこう。1989年のスワローズは55勝72敗3分けで、首位と 28.5 ゲーム差の4位。そんなに離されて最下位じゃないのね。その下に75敗の阪神、80敗の大洋がいたからな。それだけ大きく負け越した球団が多いってことは、優勝したチームはかなりいい成績だったんじゃない？リーグを制覇したジャイアンツは84勝44敗に分け、勝率6割5分6厘を記録し、これは平成時代の巨人の中で4番目に高い成績だ。その後何度も優勝を果たす巨人においても、この年は特に強力なシーズンだったのね。ちなみにだが、翌90年の巨人はリーグ連覇を果たし、その勝率6割7分7厘は平成ではチーム史上最高成績だ。この時期はジャイアンツの戦力がかなり充実してたのは分かったわ。ヤクルトはどんな状況だったの？この年を含めて9年連続で B クラスに沈み、その間で最下位になること4回。最初で最後の優勝は1978年で、かなり長い期間低迷していたことがお分かりいただけるだろう。翌年すぐに上位進出するのは厳しそうな状況じゃない。チームに上がり目はあったの？得点数507、失点数559、得失点差マイナス52はいずれもリーグ4位。戦力的には特に秀でたものがあるわけではなかった。順当に4位になってたって感じね。ただ、80年代のドラフトで獲得したスケールの大きい選手たちが才能を開花させており、中期的な展望は明るくなりつつあったんだ。長い暗黒時代のトンネルを脱出できそうな状況だったのね。チーム最高の有望株は24歳の強打の遊撃手池山隆弘だ。この年は2年連続となるシーズン30本塁打を記録し、OPS も自身初の800超えとなる840をマーク。2年連続でベストナインを獲得するなど、まさにチームの核と言える選手だったんだ。最も補強しづらいポジションのショートに、それだけ若くて競争力のあるチームを保有できてるだけで、将来の展望はかなり明るいじゃない。その他にも27歳の広沢克己、畑慎二、23歳でこの年の新人王トマシノ健二がすでに頭角を表していた。確保が難しい長打力を供給できる選手と、センターラインのレギュラーをこれだけ保有できてたんだ。またファームには高卒2年目の土橋克幸、飯田哲也が控えていた。この時点で彼らがどの程度有望視されていたかは定かではないが、野手の中長期的な展望はかなり明るかったことがお分かりいただけるだろう。池山、広沢選手がピークのうちにいかにチームを作り上げるかが勝負って感じね。投手の方はどうだったの？野手とは対照的に、80年代にドラフト上位指名で獲得した選手たちが故障や伸び悩みを見せ、見込み通りの戦力にはなっていなかったんだ。80年代に1位指名を受けた投手の状況は、82年、83年の荒木大輔、高野光は故障で長期離脱。81年の宮本賢治、西岡剛は伸び悩み、85年の伊藤明光は不調で成績ダウンといった感じだ。ほとんど戦力に慣れてないじゃない。さらに長年エースとして貢献してきた尾花隆夫は翌年33歳と、数年後の活躍は見込みづらくなっていた。本当に野手とは真逆の状況だわ。なかなか投打の編成状況って噛み合わないものね。投手陣に明るい材料はなかったの？一応、88年のドラフト1位で川崎健次郎を獲得しているな。90年代のエース格を確保できてたんだ。ただ、中長期的に活躍を見込める先発候補が枯渇しており、補強の優先度は高かったと見ていいだろう。この場合投手を優先して補強した方がいいの？確かに野手陣はかなり充実してきたが、まだ盤石と言えるほどではない。投手と比べて野手は一軍レベルに適応するまでに時間がかかることを考えると、
さらなる野手のコアプレイヤー候補獲得を試みてもいいだろう。とはいえ、さすがに先発候補が足りなさすぎる状況を鑑みると、ローテ候補確保を優先すべきだろうな。このような状況で迎えたドラフトで、ヤクルトは一度目の一巡目指名の入札で、野茂を指名した。リスク覚悟で最高のリターンを狙いに行ったのね。リスク許容度が高いチーム状況を考えれば、妥当な戦略だったように思える。巨人との差を詰めるには、球界の趨勢を変えるレベルの選手が必要だったしね。二度目の一巡目指名の入札では、ヤマハ西村達治投手を一位指名している。課題のローテ候補を埋めに行ったのね。西村は高卒社会人であり、指名時点で年齢は21歳と若いピッチャーだ。世代的には大学3年生に当たる年だし、年齢的にもチームの需要を満たしてたと言えるわね。そんな西村投手は1年目から即戦力として活躍。177回3分の1を投げて、防御率 4.06、10勝7敗の好成績でいきなりエースクラスの働きを見せたんだ。先発不足だったチーム状況を考えると、数字以上に価値があるね。さらに2年目には228回3分の1、3年目には200回3分の2を消化するなど、凄まじい量的な貢献で先発投手の駒不足にあえぐチームを救ったんだ。野茂さんは投手を酷使しすぎたなんて批判を受けることがよくあったけど、苦しい台所事情から来た苦肉の策だったのね。当時は一部のエースクラスの投手数名だけで、全体の7、8割のイニングを消化するのが一般的だったからな。この西村投手の奮闘もあり、ヤクルトは92年24年ぶり2度目のリーグ優勝を達成。翌93年の西村投手はやや投球回数を下げたが、それでも154回3分の2で防御率 3.72、11勝をマークし、チームのリーグ連覇と日本一に貢献したんだ。残念ながら西村は首脳陣との確執もあり、95年の開幕直前でトレード移籍することになるが、その即戦力性と高いイニング消化力は高く評価されるべきだろう。野手が育ってきたタイミングで、即戦力投手を加えて優勝っていう理想的なチーム編成になったのね。少し話はそれるが、90年代前半のヤクルトはドラフトで次々と即戦力投手の獲得に成功する。90年は岡林洋一、高津慎吾、91年は石井和久、92年は伊藤智人、93年は山部太といった具合にだ。毎年のように優秀な投手の補強に成功してたんだ。てか、90年も複数人の主力選手を引き当ててるじゃない。92年も真中満、山本達樹、ヤクルトでは戦力になれなかったがトレード移籍後に活躍した小倉久志など、粒揃いな1年であった。そのドラフトが今回の参戦に入らないんだね。この後どんな神がかったドラフトが紹介されるのか興味があるわ。後述するが、この時期のヤクルトはドラフトで野手のコアプレイヤーを追加しつつ、有料外国人野手にも恵まれるため、野手の充実度で他を圧倒することになる。もともと整ってた土台がさらに盤石になっていったのね。先にスケールの大きい野手を数名確保して地盤を築き、仕上げに投手ドラフトを行う流れは、チームビルディングの鉄則である。とかく NPB では投手からチームを作るのが一般的だと思われてるけど、実際は逆なんだよね。近年でも16年から18年にかけて3連覇した広島や、18年から19年にかけて連覇した西武などが、この手法でチーム強化に成功している。とにかくまずは野手を揃えることから始めるべきなんだね。その点では、この年のドラフト2位で古田敦也を獲得できたのはチームにとって最高のタイミングであった。歴史に残る名捕手をこんなグッドタイミングで迎え入れられたなんて、理想的すぎるじゃない。古田の功績については、ここで多くを語るまでもないだろう。簡単にキャリアの初期を振り返ってみると、プロ2年目に打率3割4分、11本塁打、OPS928 で、セリーグでは初の捕手で首位打者に輝いた。さらに翌92年には打率3割1分6厘、30本塁打、OPS997 の活躍で、自身初のシーズン MVP を受賞。この年記録したは9.2はセリーグの捕手では今なお最高の値なんだ。セリーグ最強捕手誌でも紹介したけど、フレーミングなどの守備的貢献も考慮すると、間違いなく歴代捕手の5子に入る選手だもんね。通算ゴールデングラブ賞10回、ベストナイン9回獲得は、セリーグの捕手では史上最多であった。特に1990年代の10年間で、ゴールデングラブ賞が7回、ベストナインとリーグ捕手最高ワーが6回と、リーグ最強捕手として君臨。1990年代にヤクルトは4度のリーグ優勝、3度の日本一を果たすが、この黄金時代は古田なしには成し得なかっただろう。昭和の40年間で1回しか優勝できなかった球団とは思えないわ。この年は西村、古田以外に一軍戦力になった選手は不在。ただ2人の圧倒的な貢献度によって、この年指名した選手の合計は 76.2。これは12球団全体でも2位に入る値であった。
89年ドラフトレビューでも解説したけど、笹岡前田智則選手を獲得した広島に次ぐ、大成功ドラフトだったのよね。広島とヤクルトが大きな成果を上げた一方で、巨人は全体ワーストとなるマイナス 2.0 と悲惨な結果に終わり、結果的にはリーグ内の戦力格差を一気に縮める1年になったんだ。まさにセリーグの趨勢を変えたドラフトだったのね。次に紹介するのは1994年のドラフトだ。黄金時代真っ盛りの時に、強力な補強に成功してたんだ。チーム状況から振り返っていこう。94年のスワローズは62勝68敗で首位と8ゲーム差の4位に終わり、リーグ3連覇を逃してしまった。得失点差も前年はリーグダントツの147を記録していたが、この年はリーグワーストのマイナス99。得点数、失点数ともにリーグ最下位と、逆によく最下位にならなかったなと思わされる成績だ。どうしてそんなに成績が急落したの？端的に言えば、主力選手の故障と不調が大量発生したことが原因だな。野戦病院化してしまったのね。投手陣は31歳の伊藤明光、26歳の西村達治、23歳の川崎健次郎らの、主力先発陣が軒並み成績ダウン。さらに前年209回で126奪三振、防御率 0.91、ワー 4.4 を記録した新人王の伊藤智人が全休。そんな状況では失点数がかさむのは必然ね。ただ、翌年以降の展望は決して暗いものではなかった。前述した投手の多くは20代半ばと、成績を回復させる可能性が十分あった。また彼ら以外にも、23歳の山部太、21歳の石井和久らの有望株投手も保有できており、投手陣のビジョンは明るいものがあったんだ。それだけ先発候補がいたなら、ドラフトでの補強優先順位はさほど高くはないかもね。野手の方はどうだったの？野手では、大黒柱の古田が故障の影響で76試合の出場に終わり、OPS もキャリアワーストの605。投手成績が悪化したのは、フレーミングに長ける古田選手不在もかなり関係してそうだわ。逆に言えば、古田選手が復活できれば攻守ともに成績が伸びる可能性があったわけだから、野手もシーズン成績ほどには悲観する状況じゃなかったってこと？とも言い切れず、野手は様々な不確定要素があり、将来的な展望はやや暗雲が立ち込めていた。まず、この年の主力選手で、翌年最年少は27歳の飯田、戸橋の二人。それ以外のレギュラーは全員が30代と、全体的に高齢化が進んでいたんだ。リーグ2連覇をピークに、チームは峠を越そうとしていたのね。また司法の広沢は球団社長との対立が表面化し、オフには FA で巨人に移籍することになる。また92年には首位打者、本塁打王にも輝いたジャック・ハウエルは、この年の村監督との確執があり、シーズン終了後早々にチームを退団しているんだ。新三大巨人の失敗大型補強でも紹介したけど、ハウエル選手はあろうことか巨人に移籍したのよね。さらには99試合で20本塁打、OPS852 をマークしていたジェラルド・クラークまでもが、解雇されてしまったんだ。司法3人が一気に抜ける緊急事態じゃない。ドラフト前で、広沢の FA がどれだけ規定路線だったのかは不明だが、30代のベテランと外国人に長打力の供給を依存する編成はかなりリスクが伴う。実際この年は成績も落としてるし、短期的な在籍にとどまってるしね。和製大砲の池山、古田も30代に突入することを考えると、野手は楽観視できる状況ではなかった。こう考えると、野手の方が見通しは暗いね。有望株選手はいなかったの？ヤクルトは90から94年にかけてのドラフトで、かなり投手にリソースを割いており、野手を上位指名したのは92年2位の鳴門コースミとも隼人だけなんだ。投手陣に有望株を多数揃えたことで、野手のファーム状況悪化という代償があったのね。特に星という撃手というチームの根幹となるポジションの、次期レギュラー候補が不在だったことは、かなり危機意識を持つべき状況だ。こうして考えると、野手の将来的なレギュラー候補を獲得した方が良さそうね。この状況で迎えたドラフトで、ヤクルトは1位で日産自動車北川哲也投手を逆指名1位で獲得している。またこの年は全体で4名しか獲得していないが、全員大卒もしくは社会人であった。チームは短期的な成果を求めたようね。この判断はどう思うの？一つの選択肢としてはありだったようにも思える。というのも、この年のセリーグで得失点差リーグナンバーワンだったのは中日の54。優勝した巨人でも得失点差33と、突出して強いチームがなかった。順位表で見ても、最下位横浜と首位とのゲーム差はわずか9と、非常に戦力が均衡していたんだ。なるほど。オフの補強次第では、一気に再び優勝を争える状況だったのね。実際95年のヤクルトは、トーマス・オマリー、ヘンスリー・ミューレン、テリー・ブロスらの、補強した外国人が大きな戦力となり、わずか1年でリーグ王座奪還に成功しているんだ。
速攻性のある補強さえできれば、優勝できるという目論みが当たったのね。一つのドラフトで全ての補強ニーズを満たすことは難しい。既存戦力が数年はトップフォームを維持できそうな状況で、短期的な利得を目指したのは悪くないように思える。選手ここの成績はどうだったの?1位で指名した北川投手は入団3年間で合計13試合に救援登板したのみと、即戦力にはならなかった。また97年のオフには脱税行為が発覚し、懲役10月、執行猶予3年、罰金350万円の判決が下され、98年の開幕から4週間の出場停止と、制裁金70万円の処分を受けてしまったんだ。先にグラウンド外で全国的な話題になってしまったのね。結局99年オフには戦力外となってしまい、在籍5年間の貢献度はほとんどゼロに近いものに終わった。即戦力候補が即戦力外になってしまったのか。ただ、2位以降の指名選手で、チームはとんでもない利得を生み出したんだ。この年のヤクルトは2位でも逆指名制度を利用し、プリンスホテル宮本慎也を獲得している。迷宮界ショートじゃない。宮本獲得時点の声優劇手は池山であったが、年齢が30代に達し、守備範囲に陰りが見え始めていた。ショートは他のポジション以上にピークが早く、26歳前後で徐々に衰えが始まると言われている。年齢的には池山選手もいつ守備の衰えが来てもおかしくなかったのね。池山は97年から三塁にポジションを移しているが、首脳陣はすでにコンバート構想を抱いていたのかもしれない。そこで即戦力遊撃手の宮本選手を獲得したのね。宮本は1年目が67試合、2年目が68試合の出場だったが、97年からショートのスタメンを任される。その高い守備力を評価されて、レギュラー定着1年目にいきなりゴールデングラブ賞を獲得したんだ。先に守備面で速攻性を見せたのね。宮本はその後も安定した守備を発揮し、99から2003年にかけて5年連続でゴールデングラブ賞を受賞している。堅実な守備が売りの選手だったよね。また、宮本はただ失策が少ないだけではなく、範囲にも優れていたという研究もある。その調べによると、宮本選手は35歳のシーズンにリーグ最高の守備スタッツを記録。通算でも歴代8位に相当するほどの守備成績であったそうだ。名だたる守備の名手たちがいる中で、上位入りするなんて、守備だけでも食べていける選手じゃない。また宮本はショートの選手として、9打点以上の打撃貢献をし続けたことも評価されるべき点だ。3年目にレギュラーを獲得した時も、打率2割8分2厘、出塁率3割4分、OPS684 をマーク。以降も安定して同程度の打撃貢献を継続し続け、通算でも打率2割8分2厘、OPS675 であった。劇的な打撃の向上はなかったけど、遊撃手としては9打点以上の攻撃力をキープしていたのね。本人は引退後にもっと強打を意識すれば、打撃の貢献度を高められたのではと振り返られてたな。宮本さんは今なお野球の価値観をアップデートし続けてるもんね。獲得時点で年齢はすでに24歳と、貢献は短期的なものになるかと思われたが、38歳のシーズンまでショートのレギュラーを務め、43歳まで現役を続けたんだ。NPB 史上屈指の遊撃守備と、ショートとしては9打点以上の打撃貢献をし続けたため、通算は35.6 をマーク。結果的には短期的にも、中長期的にも大きな実りのある指名となったんじゃない。この宮本選手一人だけでも移りが来るが、ヤクルトはこの年もう一人のレジェンドを獲得。それが3位で指名した法政大稲葉篤紀だ。同じドラフトで2人も迷宮界選手を獲得したの。しかもわずか4名しか獲得してないのにな。これだけの成果を上げた少数精鋭ドラフトは、平成だとこの年のヤクルトと、2001年に西武が4名中、中村剛也、栗山拓実、細川徹を獲得したドラフトくらいだろう。その西武のドラフトもなかなかの神がかったドラフトね。話を稲葉に戻そう。稲葉のドラフトにまつわる有名なエピソードとしては、当時の野村監督がご子息の野村勝則が所属する、明治大学の試合を見に行った際に、対戦相手だった法大稲葉が目に留まり、指名に至ったとされる。野村さんが強くプッシュしたの?いや、ヤクルトはドラフト当日まで3位指名選手が決まっておらず、だったら稲葉はどうなの?くらいの意見が通ったそうだ。是が非でも欲しかったってわけではなかったんだ。そんな稲葉だったが、宮本と共に高い即戦力性を発揮する。1年目は248打席で、打率3割7厘、8本塁打、OPS855 と、後の体制を予感させる好成績であった。質の面ではいきなりリーグトップクラスと、かなり完成度の高い打者だったのね。2年目には初の規定打席に到達し、打率3割1分、11本塁打、出塁率3割7分、OPS829 をマーク。前年の活躍がフロックでなかったことを証明したんだ。
稲葉入団時点のヤクルトは25歳以下のレギュラー候補が不足しており、中長期的な展望が苦しくなっていた。そういう意味では、この時点で稲葉選手を加えられたことの意味はあまりにも大きいね。稲葉は2001年には、打率3割1分1厘、25本塁打、90打点、OPS912、WAR 7.9 と、キャリアハイを記録。自身初のベストナインを受賞し、4年ぶりのリーグ優勝と日本一に貢献したんだ。稲葉は2004年オフに、メジャー挑戦を目指して FA 権を行使、MLB への移籍は叶わず、2005年からは日本ハムでプレイすることになる。ファイターズ移籍後も素晴らしい活躍をし続けたよね。総合的な貢献度はヤクルト時代より日本ハム時代の方が高いからな。まさか33歳になる年に移籍して、全盛期を迎えるなんて想像もできなかったわ。稲葉選手は30代に突入してからパフォーマンスを落としており、ヤクルトが強く引き止めなかったのは致し方ないだろう。ただヤクルト在籍時代の貢献も当然素晴らしいものがあった。野手の人材が枯渇していたチームにあって、このタイミングで宮本と稲葉を指名したことは、編成面を考えても非常に効果的な補強となったと言っていいだろう。こう考えると80年代から90年代のヤクルトって、恐ろしいくらいのドラフト校舎だったのね。だが、2000年代からはそのドラフトで成果を上げられなくなっていく。この辺の事情は過去に解説した、新三大即戦力外ドラフト、ヤクルト逆指名失敗し、平成失敗ドラフト史などでも紹介した通りだ。平成の期間だけで、それだけ特集を組めるって、どんだけうまくいかないことが続いたのよ。またこの時期は主力の流出が後を絶たず、石井、高津、岩村、青木らがメジャーに挑戦。さらにロベルト・ペタジーニ、アレックス・ラミレス、リック・ガ・トームソン、セス・グライシンガーなど、優秀な助っ人外国人を他球団に引き抜かれる事態が続いたんだ。出てくるし、出ていかれるしで負の循環が止まらないじゃない。補強と育成の両輪が機能しなくなってしまえば、戦力の悪化は避けられない。スワローズは2001年に日本一に輝いたが、以降は徐々にチーム成績が低下。2007年に21年ぶりの再開に沈むと、2013、14、17年にも再開を経験した。7年から17年の11年間で4度の再開って、なかなかのペースだわ。その間 A クラスは3回で、2015年に優勝こそしたものの、低迷期だったと捉えるべきだろう。状況的には2024年のセーブに近い感じだね。最後に紹介するのは2017年のドラフトになるのだが、まずはチーム状況を振り返っていこう。この年は45勝96敗に分けと、あわや100敗ペースで負けが込み、勝率はなんと3割1分9厘。得点数、失点数はリーグワーストで、得失点差も最下位のマイナス180と、非常に厳しい年であった。惨憺たる状況とはまさにこのことね。2年前に優勝したとはとても思えないわ。どうしてこんなに弱体化してしまったの？最大の要因は野手の弱体化だろう。この年の本拠地神宮球場のパークファクターで見ると、12球団で最も本塁打が出やすく、得点が入りやすい球場であった。超ヒッターズパークだったのね。にもかかわらず得点数リーグワーストってことは、いかに攻撃力に課題を抱えていたかがわかるわね。権利の関係で詳細な数字はお伝えできないが、守備の指標も壊滅的で、かなり失点を増やしていた。攻守ともに問題を抱えていたんだ。おまけにレギュラーで20代は25歳の山田哲人と、27歳の中村雄平のみ。ウラディミール・バレンティン、坂口智隆、雄平、大引啓二は33歳とかなり高齢化していた。現有戦力の維持すらままならない状況じゃない。攻撃力を求められるコーナーポジションのファースト、サードで最多出場した。荒木隆弘、藤井亮太の OPS はそれぞれ640、568ということからも、いかに選手層が薄かったかが、お分かりいただけるだろう。なぜ得点数が最下位だったのかがよくわかるわね。この時のヤクルトは山田への依存度が非常に高くなっていた。その大黒柱である山田は2年連続で続いていたトリプルスリーが途切れてしまうなど、山田秀は不調の年であったことも、得点数が低かった一因だ。山田選手の状態でチーム成績が大きく変動する、極めてリスキーな編成状況だったのね。将来的に期待が持てそうな若手選手はいなかったの？20歳の廣岡大志は保有できていたものの、翌年即レギュラーを期待できる選手は不在。ファームからの戦力供給は見込みづらく、将来的な展望は非常に暗かったんだ。これはかなり厳しい状況じゃないの。ピッチャーの方はどうだったの？投手陣は失点数こそリーグワーストだったものの、これは環境要因によるところも大きい。得点が入りやすい球場かつ、味方の守備が非常に拙かったんだもんね。個別で見てみると、先発で100イニング以上消化した投手が5名いたが、そのうちの4名は20代。27歳の小川康弘、24歳の原樹里、23歳の星智也と日本人投手も多く、悪くない状況であった。野手と比べると、久
惨な感じはしないわね。救援にも28歳の秋吉良、29歳の石山太一を保有できていたからな。課題を挙げるとするならば、ベテランと外国人の貢献度が高かった点と、絶対的エースの不在だろうか。この年はデビッド・ブキャナン、37歳の石川雅則がチームで1、2番目に投球回数が多かった。中長期的な計算はできなさそうな二人ね。将来エースを担えそうな若手はいなかったの？チームとしては2013年に杉浦俊博、14年に竹下慎吾、16年に寺島成樹と、石山、原を含めて5年連続で投手をドラフト1位で獲得していた。杉浦、寺島らのポテンシャルをどう見込むかではあるが、この時点でエース候補と言えるレベルではなかったな。まあ、杉浦の好調時は代表級のものがあったんだが、いかんせん怪我が多く、持続性に問題があってな。順調に体制していたら、どんな数字を残したのか見てみたかった投手の一人だよね。まとめると、この年のヤクルトがドラフトで目指すべきは将来的な主軸候補である。またこの時期のセリーグといえば、広島が絶対的な戦力でリーグ連覇を果たした年であり、短期的な補強で追いつくのは非常に難しい状況であった。そうなると、育成に時間がかかる野手の補強を行いたいところだね。こうした状況で迎えたドラフトで、ヤクルトは1度目の1巡目指名で、早稲田実業清宮幸太郎に入札。この年の目玉選手はなんといっても清宮選手で、7球団が競合したもんね。将来のコアプレイヤーが求められていた状況を考えると、妥当なリスクテイクだったように思える。残念ながら清宮の抽選を外してしまうが、2度目の1巡目指名で九州学院村上宗隆に入札。3球団と競合したが、抽選で見事に交渉権を引き当て、村上の獲得に成功したんだ。当時は清宮選手を外した残念感が漂ってたけど、まさか村上選手がとんでもない打者に成長するなんてね。村上選手は1年目からファームで打ち続け、高卒1年目としては破格の OPS879 をマーク。この数字は同期の清宮選手の OPS930 に見劣りせず、当時一部の野球好きの間では、村上のポテンシャルの高さに注目が集まっていたんだ。ちなみに同じ高卒1年目の和製大砲候補と騒がれた選手の OPS を見てみると、ロッテ安田久典は OPS741、広島中村翔成は556であった。いかに村上、清宮が抜きん出ていたかがわかるわね。ファームとはいえ、高卒1年目でそれだけ打てた2人が異常なんだけど、2軍で圧倒的な成績を上げたことが評価された村上は、プロ2年目に開幕戦スタメンを勝ち取る。すると、高卒2年目の選手としてはセリーグ史上初となるシーズン30号本塁打をマーク。最終的には全143試合に出場し、36本塁打、96打点、OPS814 の成績で、新人王を獲得した。中長期的なレギュラー候補を獲得できたと思ったら、まさか高卒2年目に主軸になってくれるなんてね。その後の村上選手の目覚ましい進化は多くの人が知るところだろう。プロ3年目には打率3割7厘、28本塁打、出塁率4割2分7厘、長打率585、OPS1.012 を記録。出塁率、長打率、OPS はすでにリーグナンバーワンとなったんだ。20歳の時点で、リーグ最強打者になってしまったなんて、凄すぎて言葉が出ないわ。さらにプロ4年目には自己最多の39本塁打をマークし、自身初のホームラン王のタイトルを獲得。チームの6年ぶりのリーグ優勝と日本一に大きく貢献したんだ。山田選手がまだトップコンディションを保ってるうちに、村上選手が本格化したことで、チーム力が一気に高まったもんね。攻術するもう一人のコアプレイヤーのおかげもあってな。さらに村上選手はプロ5年目の2022年に、打率3割1分8厘、56本塁打、134打点、OPS1.168 と、歴史に残る猛打を発揮し、NPB 史上最年少となる22歳で令和初の三冠王を達成した。この時の衝撃は形容ししがたいものがあって、一体この選手はどのレベルにまで達するのかと思ったものだわ。村上は近い将来のメジャー挑戦が噂され、ヤクルトでの在籍期間は決して長くはないだろう。ただ、その間に残した貢献度は一流選手が生涯かけても、追いつくのは困難なものである。いつまで村上選手が NPB でプレイするかわからないけど、間違いなく大成功のドラフトと言えるよね。この村上だけでも大きな利得を生み出したが、ヤクルトはこの年にもう一人コアプレイヤーを獲得している。それは4位で獲得した JX エネオス塩見康隆だ。近年のヤクルトでは、山田、村上選手に次ぐ中心選手だよね。この年は8人の選手を指名しているが、1位村上、5位金久保優斗投手以外は大卒もしくは社会人だ。中長期的な観点で指名戦略を立てていたとは思えないわね。だが、塩見はプロ入り後徐々に成績を向上させ、4年目の2021年にレギュラーを掴んだんだ。結果的には数年先のチーム編成を明るくするドラフトになったのは面白いわ。
塩見は2021年に自身初の規定打席に到達して、打率2割7分8厘、出塁率3割5分7厘、OPS 798をマークし、自身初のベスト9を受賞。翌2022年にも、打率2割7分6厘、出塁率3割4分5厘、OPS 797を記録し、初のゴールデングラブ賞を獲得している。この年は守備面でのスタッツも急上昇しており、走攻守すべてがトップクラスの選手へと成長したんだ。まさに理想的な1番センターにまで成長したのね。ヤクルトは2021、2022年にリーグ連覇を達成している。その中心選手は間違いなく村上選手だが、山田、塩見、中村雄平らの強力なセンターラインの選手がいることも、チームの大きな強みである。泥沼の2017年の時点で保有できていた中心選手がピークのうちに、新たなコアプレイヤーを2枚も加えられたことで、強力なチームを形成できたのね。おそらく当時の編成にとっては、嬉しい誤算な面が多分にあるだろうが、結果的には21世紀のヤクルトの中では、最大のヒットドラフトとなったんだ。